はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自虐化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まだ口の中がね、あの歯医者の香りでね、包まれております。あのね、奥歯とね、親知らずの治療をしてからね、4日か4日経つんですけどもね、しかもまだ歯を削って埋めたね、あの変な痛みのような、まあ違和感があるので、おかげでね、食欲がありません。こうね、お腹は空くんですけど、あの食べるあの箸がね、進まないんですわ。それでもちょっとはね、食べてますので、あの断食はしてません。でもその気持ちではそれぐらいに何も食べてない感じがしてます。まあ治療をしたとはいえ、まだその途中ですし、あのね、まあ他にもそのいっぱい虫歯が残っておりますので、その治療の違和感もありますし、痛みというのが完全に消えたわけではありません。そんな虫歯というのはですね、その病気でこんな状況が始まるまではですね、まあ、子供に多いものであるとね、思ってしまっていました。そうね、なんとなくね、そうやって思ってしまってたんですけども、しかしね、実際には成人の9割以上がね、虫歯があって、しかも40歳以上では、その今以前よりもね、虫歯の数がね、すごい増えてるというほどなんですよ。まあその虫歯を放置しているとですね、そのなんていうんですか、歯板とかね、噛み合わせの悪化によってね、その食欲不振とか、消化不良、早食いの習慣で、その肩こりとかね、で日常生活にも様々な支障が出てきます。で、まあこの中でも、まあつい最近では考えられなかった食欲不振がね、今はね、もろに出てきています。まあ、大人のね、虫歯の特徴としてとは、まあ、言うか、まあ、子供も同じなんですけどもね、そもそも虫歯というのはですね、まあ、口の中の細菌がね、糖質、まあ、特にね、お砂糖の糖分なんですけども、それをね、餌にして酸を作って歯のエナメル質をね、溶かすことからね、発生します。そのために細菌の集まりであるその歯垢、まあ、プラークっていうんですけども、それができやすい場所がやね、まあ歯ブラシが届きにくい場所の奥歯や、あの歯と歯の間、隙間などに虫歯ができやすくなります。しかしですね、この他にもね、大人の虫歯にはね、2つの大きな特徴があるんですよ。でその1つはですね、中高年になるとね、あの高齢やね、歯周病によって歯茎が後退してしまって、あの意味わかります？歯茎がね、後退するんですよ。こうやってこう、あった歯茎が後退するんですよ、こうやってね。で、露出したこの歯根部分が、この歯の下の部分ですわ、がここがね、細菌が付着しやすくなることが特徴的なんですよ。で、歯根っていうのはね、エナメル質をね、柔らかいね、象牙質でできているためにですね、虫歯が発生しやすくね、進行も早いという傾向が見られます。もうね、僕ね、ここのね、この歯根がね、ちょっとね、もう黒くなってる部分があるんです。もうね、ほんま見せられないのがね、すごいもう、あの残念です。残念というか、もう絶対見せたくないです、ここはね。で、またね、その奥歯のね、この歯根っていうのはね、見えにくいためにですね、虫歯に気づかずに、その虫歯の発見がね、遅れることにね、すごいつながってるんです。そしてね、2つ目はですね、あのまあ大人の場合っていうのはね、その過去の、歯科治療ね、過去に、した歯の治療ですわ、それの詰め物やかぶせ物をしている歯が多くて、そこに虫歯が、発生しやすいことなんです。あー、もう恥ずかしい、僕のことや。で、特にね、その詰め物のね、内部、まあ、歯の中なんですけどもね、虫歯ができているとですね、気づかないうちに患部が奥深くまで達してしまいます。まあ、その神経を抜いた歯っていうの場合はですね、その痛みを感じにくいので、発見がさらに、ね、遅れがちです。もうまさにね、この2つですよ。もう恥ずかしい、信じられへんぐらい当たってますわ、ほんまにね。もうほんまに自分でほんまに喋っててもね、恥ずかしいです。もうね、当てはまりしすぎてって何ね、当てはまりすぎて大変です。で、そんなね、虫歯の予防のためにね、歯磨きとして、まあ、歯磨きは食後30分以内が効果的だそうです。あのね、虫歯になる細菌っていうのはですね、栄養分になると食べかすをですね、しっかりこう落として、
そのね、落としたことによって酸を作らせないようにするのがすごいね重要だそうです。そのタイミングが、食事をしてから30分以内に歯を磨くことが効果的だそうです。なので食べたらすぐに歯磨きをしてもいいぐらいです。あの入院中にね、美人歯科衛生士からね、あの食べたらすぐに歯磨きをしてくださいってね、あの言われてましたので、もうすごいそれをねやってました。でそれをね今も実行していましたけども、あの骨髄移植のね副作用や免疫抑制剤の副作用にはねかないませんでしたので、まあ、こんな状態なんでしょうけどね。なのでね、食欲不振が続いております。まあね、嫌なことなんですけども、でもね、そのおかげで体重がね少しずつね減ってきてまして、今は順調にね2キロ減ってます。2キロね、やっぱりね、これでまでめっちゃこう食べ過ぎてたんでしょうね。ほんで最近の動画でね、まあ夜になって、まあ、寝ようと思ってお布団に入ったらこう、ね、息が苦しいとかね、胸が圧迫される感じがあるとねお話ししたんですけども、体重が減ってからね、その息苦しさがねなくなりました。この圧迫感もなくなりましたし、あの寝つきがねすごい良くなったんですよ。でこのまあ圧迫感はね、お腹が張っていたからかなってなんてね最近思うんです。まあ歯が痛くて嫌やけど食欲が抑えられて痩せるのはいい感じというね、こういいこともあれば悪いこともあるっていうね、まあほんまにねうまいことできますわね、ほんまにね。まあ、そんな感じでね、歯が痛くて食欲不振で痩せたおかげで気づいたら息苦しくなくなったというね、ハッピーなお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。